熱戦燃えてきたぞ。行くぞ。イニシエーション任せて。痛いわよ。なかなかやるでしょ。お宝だ。よいしょっと。おりゃ。よっしゃ。一応行くか。痛いわよ。よし。決戦。ルーシーキリーズ。よし。よっしゃ、勝った。お宝だ。よいしょっと。見つけたぞ、私の可愛いしもとい。可愛いお前らみたいな闇ギルドには容赦しねえ。ナイツやっちゃえ。よし。おりゃ。よっしゃー、一応行くか。痛いわよ。カリューの王座決戦。たあいもない。行くわよ。痛いわよ。よし。カリーの王座決戦。たあいもない。よいしょっと。さあ行くわよ。痛いわよ。なかなかやるでしょ。郵便物は全部無事よ。え？ああ、あれ。中身は大丈夫？問題ない。財布。あれ、エルザ、荷物が破け。下着？これは確かに下着だが、決して可愛い下着ではないぞ。ただの下着。ああ、それが可愛いし。よし。ちょっとありゃさあ行くわよ。ルーシークリーン。よしカリューのでっかいゲス。我々の勝利だ。燃えてきたぞ。よいしょっと。よっしゃー、いっちゃいっか。ルーシークリーン。よしカリューの鉄管決戦。我々の勝利だ。お宝だ。よっしゃいっちゃいっか。痛いわよ。暴れたんねえぞ。よいしょっと。どこ行くかな。よしここだ。って次はさーて次はどこ行くかな。どこ行くか。帰ってきたぞ。負けてられん。頑張ってるみたいだな。郵便物は全て持ってよかった。郵便物にはそれに届いた時の感動。そうだな。私もオイラには何も届いてない。ハッピーには今度俺が魚を。うわい、郵便って幸せを運ぶんだね。あんたたち同じ家に住んでるんでしょうが。えカナがちょっと大事な話があるんだって。ん？私、ギルドに来た理由って父親を探してなんだよ。そりゃ初耳だな。そういうことはあれか。うん、ギルダーツなんだ。いろいろあってずっと言えなかったんだけど。ちょっと待て。うん、受け入れがたいよね。誰の子なんだ。サラ、ナオミ、クレア、フィーナ、マリー、ライザ、いやエマ、ライラ、ジン、シドニー、ミシェル、ステファニー。おっさん、どんだけ女作ってんだよ。わかった、シルビアだな。もう腹立つ。こんな、とにかくそういうことだから。それ待てって。私が言いたかったのはそれだけ。別に家族になろうとかそういうのじゃないから。今まで通りで構わ。コーネリアの子だ、間違いねえ。話せよ。なんで今まで黙ってたんだ。言い出しづらかったんだ。そんなこんなで今頃になって。コーネリアは俺が唯一愛した女だ。結婚した。仕事ばかりの俺に愛想を尽かして出て行ったのが18年前、子供がいたなんて。すまない。いいよ。わざとバレないようにしてたの私だし。こんなに近くに娘がいたのに。よせって責任取れとかそういうつもりで話したんじゃないんだ。ただ一回だけ言わせて。会えてよかったよお父さん。カナ、もう寂しい思いはさせねえ。二度とさせねえ。これからは仕事に行くのも酒飲むのもずっと一緒にいてやる。それはちょっとうざいかな。だから俺にお前を愛する。お父さんか。帰ったら久しぶりに会ってみようかな。ああ、うん。いくらかは稼いだけどギルドの借金はおろかな。7年か、想像以上に長いんだな。私7年も連絡してないってことになるんだよね。お父さんに会いに行こうかな。私お父さんに会いたいって思ったの初めてかな。すみません、ジュード・ハートフィリアという人。大変お伝えづらいのですが、ジュードさんは一月前に亡くなられました。よいしょっと、よいしょっと。大丈夫？ルーシー。うん。ちょっとお父さんのこと驚いちゃって。2ヶ月前。いや違うか。もう7年経ってるんだったね。私小さい頃からずっとお父さんのこと。その上ファントムの件もあったしね。ルーシーがさらわれた時だね。うん。でもアカリファの事件があって、これから私とお父さん過労で体を壊しちゃうなんて。あの人らしいな。なんでだろう。悲しいのに寂しいのに。それは違うぞ。うまく言えねえけど涙が出るとか出ねえとか。ありがとう。本当私は意外と大丈夫だから。大家さん、私の部屋。あれ？私の誕生日。お父さん。お父さん。私も。ルーシーは？ート。よし。よし。ありがとう。よろしくね。そうね。うん。よし。リサーナ。あ、はいさあ。なあ。ありがとう。よし。ちょっと。ありがとう。よいしょっと。ありがとう。よし、ここだ。何が出てくっかな。おりゃ。よっしゃ、一応行くか。開け。天下地球の扉、スコーピオン。サンドバスター。そう。我々の勝利だ。よいしょっと。我らよっしゃ、いっちょいくか。行くぞ！ガリーの決戦！これで決める！開け！核要求の扉、アリエス！なかなかやるでしょ？そういえばギルドの借金ってどうなったんだろう。ああ、それね。貸したものは返せ。それが7年間私たちのギルドへのその分全てを。7年間ガキどもが受けた苦しみ。おい小僧、戦争ってこているらしいというか、なんというよししかしお前が4代目フェアリーテールマスターとはな。何言ってんだよ、こんなの代行みてえなもんだよ。今すぐでは返してもらおうかの。次のマスターはすでに決めてあるんだ。5代目フェアリーテールマスター、ギルダー2くらい。ギルダーとはどうした？置き手紙がありました。マスター、それに俺はしばらく旅に出る。それまで元気でな。フェアリーテールは俺の家だ。その時までにフェアリーテールがまたフィオーレ一のギルドになる。だがそれは俺の役目じゃねえ、マスター。それがあんたの最後の仕事だ。最後じゃと？バカタレが。こうなったらもう誰にもマスターの座は譲らんぞ。結局どういうことなんだ。じっちゃんが3代目で6代目、5代目だけど私たちにフィオーレ1の夢を託して旅に出ちゃったみたいね。フィオーレ1か、気の遠い話だ。そうでもないぞ。手っ取り早く1位になれる方法がある。フィオーレ中のギルドが集まって魔力を競い合う、その名も大馬頭演舞。おお、大馬頭演舞、楽しそうですね。まさに祭りってわけか。なるほど、そこで優勝する。フェアリーテイルはフィオーレ一のギルド、しかも優勝賞金は3000万ジュエルじゃ。おお、燃えてきたぞ。大会は3ヶ月後ね。十分だ、それまでに鍛え直して。いいね。うん、みんなの力できないことはない。祭りだよシャルルン。このギルドは年中そうでしょ。男、祭りといえば男だ。目指せ3000、コン目指せフィオーレ1、チームフェアリーテイル。